コズえラジオでさあゆいさモーレー。はい皆さんこんにちは。今週もやってまいりましたタイラコズえラジオでさあゆいさモーレのお時間です。 さあ皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか、はい、5月5日の放送後、ね、自宅に帰りまして私は、子どもたちの、ね、体調不良の子どもたちを面倒見、まあ、翌日、備えていたホテル宿泊だったんですけども、はい、もうあの予定通り行くことができまして。 まあこの日ね、朝から張り切ってさちょっとしたお弁当を作ってねあのお出かけしたんですけどもそうしたら車乗ってちょっと走らせたら雨がちらつき始めましてもう読谷に向かってる途中ドカブリもうこれでもかっていうぐらいドカブリでチーンって子どもたちとなりながらまあドライブをしもうしょうがないのであの最初本当公園に行って。 で公園で遊んでお昼を食べてっていう予定だったんだけど、まあ、それがちょっと難しそうっていうことでもうドライブに変更なってもうちょうどチェックインの時間2時間前ぐらいかな残波の,の方の,あの近くの公園に行きましてそこでねちょっとあのあま屋みたいなところがあったのでそこでね子どもたちとちょっとあの。 レジャーシーシトを引き雰囲気だけね <laughs> 楽しもうよって思ってそこでねあのお弁当を食べっていう感じだったんですけどまあそうしてる間にねあの太陽がちょっとちらっと顔を出してくれてまあ,あの完全な晴れではなかったんですけども、まあ、その中でねあのお弁当を食べた後に子供たちがちょっとブランコ乗ったりねいろいろあの滑り台をしたりと遊んだんですけどもねでその後ホテルにチェックインしに行ったんですけどもまあ なんていうのかなチェックインでこんなに長らく待つと思わなかったね、もう大渋滞、<laughs> みんな2時からチェックインでみんな同時にスタートだったんだろうね、多分ね、この2時からみんな行きたかったんだろうね、であの室,あ室外プールがあるのでそこで泳ぎたかったんだよね、本当はね、みんな。 だけど私たちはあの体調不良のめっ子とあの息子がいたもんですからもう連れてプールサイドには行ったものをのって感じですよね寒いし太陽は出てないしと思ってもう見てるだけって感じだったんですけどでも他の子どもたちが泳ぐ姿を見てるとねもう寒そうで寒そうでもう上がった瞬間みんながちがちしてるんですねで唇の色がないし <laughs> これはまずいでしょって思うぐらい。 ね、もうしょうがないのでうちの子たちは「はいじゃあみんなであの大浴場行きます」って言って <laughs> 機会を持ってプールではなくてね大浴場で。 ねちょっとあったかいお湯の方で楽しんでゆんたくゆんたくしながらねプールみたいに泳ぐことはできませんけどもそこで楽しんでまたお部屋に戻ってまあお部屋でお菓子パーティーだね今度は食べることだね、うん、好きなお菓子をそれぞれ買ってたのでみんなでお菓子食べてであのちょっとお昼寝ちょっとしてねでそこからまた夕飯の時間になったのでちょっと早めのねちょっと夕飯にしてまああのー。 夕飯も美味しかったですよ、うん、ザンパロイヤルさんのディナー美味しかったですね。でそこで夕飯も食べその後の楽しみまたお風呂 <laughs> みんなでわーって言っててお風呂そうしたらさこの2回目のお風呂でさ誰もいないだろうなと思ってるからさ誰にも会うとは思わないじゃん。なのでもうメイクもしない。 パンパンに T シャツでって感じでもう B さん履いてって感じで歩いてたらさまず同級生に会う <laughs> そして業界の人に会う <laughs> お友達に会う <laughs> 3組に会ってもう大爆笑,笑みんな同じこと考えて誰にも会わないと思ったのに誰にも会わないと思ったのにって <laughs>。 でそっから子供たちも意気投合し、ね、あの仲良く、ゆんたく、ひんたく誰々の部屋に行ってくるって言って行って遊んできたりしてでそれでまあね止まっあの眠ってで翌日朝も朝食があったんだけど朝食をねランチにすることができたのであの朝はねちょっと部屋であの買っていたパンとか食べてみんなでのんびり過ごしたんですけどまあ起きない、起きない子供たち。 うん、ぐーすか寝ちゃってもう全然起きなくてで翌日あのまた朝からね大浴場に行きたいとか言い始めて子どもたちがじゃあ朝風呂行こうよって言ったらお友達家族がね卓球をしてたもんだからそしたら子どもたちがまた卓球やりたいと言い始めてまあそこでまた卓球大会が始まりチェックアウトの時間までギリギリまあ楽しかったね久々の卓球もで卓球して。 でこの日はねお昼ぐらいから太陽が出始めたからあもしかして晴れるかもと思ってでこのみんなお友達ファミリーともう合流してね卓球からそのままランチにみんなで移動してでご飯んも食べてそしたらもうその間にもう太陽が出始めててでそこでじゃあみんなで公園行こうっていう話になってまた昨日行った公園にみんなで移動してわーそこでもう本当に汗かくぐらいみんな遊んで。 楽しかったねもうなんかねとてもいい風景っていうか景色が見,ら見れたなちょっと丘になってるんだけどその青空と芝の緑がすっごく綺麗でそこに子どもたちがちょこんちょこんちょこんって3名座っててさポツンってなんかおやつ食べながらおしゃべりしてたんだけどその風景がすっごく何て言うのかなのどかでいいなと思ってちょっと写真にも収めたんだけどすごくね 目に焼きついてるっていうかこれがなんかああんかすごいいい景色と、うん、なんか平和だし幸せだなっていう感じる瞬間だったなっていう感じでねまあこういう感じでねゴールデンウィークも楽しみまあ後半ね楽しむことができたからよかったなーってすごく思ってて、うん、なのでいい思い出がね今年もできて本当幸せな家族ですごくすくことができました皆さんはどうでしたかその後体調を崩してないですかね 五月病とかあるさね <laughs> 大丈夫皆さんちゃんと出社してますかね <laughs> ねえほんとみんないろいろねあると思うんですけどはい早速ねツイキャスの方も来てますえルドルフさんね <laughs> ハイサイこンヌイチワンコジエさんメグさん今日も楽しくえなんてイクコさん <laughs> イキコさんイキちゃんキリトくマお元気ですかって あ息子ちゃんあごめんなさい。元気だよ。あのもう学校も行ってます。元気よく過ごしてます。キリトくんはね相変わらず元気でねちょっと今檻の中からおりっていうか何て言うのゲージの中から出てきてくれないのねゲージの中にはポンってあの逃げるように入っていくんだけど出てきてくれないからそれを手なずけようと思って最近餌を食べる前にね。あの はいいらっしゃいいらっしゃいこっちに出てきなさいって餌 <laughs> を持って <laughs> そう釣ってるんだけどねなかなか出てきてくれないですねまたねはーいそしてねえっ、ー、と翼さんからも来てますねあーゴールデンウィーク仕事だったんですねあらららその後お休みいただけましたかねそうだよねそういった何ていうのかなあの行楽施設の人だったりとかっていうのは関係ないじゃん。 そ,うそ,その方がね忙しかったりするからね。 そうだよねそのご休みいただけたかなでルドルフさんがね楽しかったですね楽しい休日ってことでねそうですね楽しく過ごすことができましたよはいじゃあねちょっと私のゴールデンウィーク話がちょっと長引いてしまいましたけどもはいではこの番組ではね、えー、皆様からのメッセージお待ちしてます本日はですねフリートークです今日はですねあのー、ま先週かな 先週にもお話ししました DJ 笹さんの CD がですね出ましたので、えー、この CD に平良勢も参加させていただいてますのでその CD をね曲をちょっと多めにかけたいななんて思っておりますではこの番組ではメッセージお待ちしていますメールアドレス7 6 1 f m c o a j p、えー、ファックスは098-934-8653 えー、FM 小座ではユーストリームとツイキャスでネット配信もしておりますので FM 小座のホームページから見ることができます。ぜひそちらの方もねチェックしてください。コメントそしてツイキャスの方メッセージお待ちしておりますね。さあではここで早速でありますけども曲の方お書きしたいなと思ってます。えー、DJ さささんのね あの曲の中から、えー、今回の CD「アイランドソウルズ・レゲイデージヒッツヤッ・ヤサ」「ヤサ」ですかね「ヤサ」なのかな?うん「デージヒッツ・ヤサ」という感じですけども <laughs>、はい、でそれでですねたくさんの方がアーティストさんがあの参加してますけどもその中の平良勢はですね奥田民生さんの「イージューライダー」を歌わさせていただいております。それでは早速いいていただきましょう ファイラコゼラジオでサーユイサモーレこの番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りしております はい皆さん、えー、平良梢が歌う「イージュライダー」お聴きいただきましたでしょうかまあ拳バリバリで歌わさせていただいてもう最初ね DJ 笹さんからこのお話をいただいた時すごくためらったんだよねどうしようと思ってえー、奥田民生さんの歌の「イージュライダー」私がどうやって歌えばいいのみたいな。 そしたら今まではね拳を抜いてくださいっていう人が多かったんですねプロデューサーの方とかって。だけどいやいや抜かれちゃ困れますって言われたの初めてですね逆にあのそうですねそのままで歌ってほしいとそうするとねすごい懐かしいことを思い出したんだよね。ちょうどさ歌をステージで歌い始めてた頃二十歳ぐらいの時あのちょっとね MC ネタでね小私自身がやっぱり民謡が好きで普通のポップスっていうのがあまり分からなくってで,でもポップスを歌いたいんだけど拳が入っっててししまうかかから恥ずかしくて歌えなかったわけでもそれがみんなは周りは面白くて斬新でおかしい面白いと思っててやってたみたいで,でそれを MC ネタであのなんだっけ スピードの「ホワイトラブを」をちょっと触りを歌ったのねそしたらもうみんなもう爆笑して大笑いだったわけでそういう時代のことを思い出してまさかさそういう歌い方でさ CD になると思わないじゃん今回ええー、と思ってそういう時が来たかーと思ってちょっとすごくねあのいつも DJ さささんの CD はいろんなバージョンのがあって。 でたくさんんいろなを出てるのでもちろん聞いたことあるし見たことあるしっていう感じだったんだけどでもねまさか私の話が回ってくるとは思わずでこのお話聞いてだから本当にためらったけどね周りの人にどうしよう「どうしようどうしよう」って言ったんだけどいやいいんじゃないってってでそれで今回ちょっと参加させてもらったんだけど。 いやーもう最初はもう本当ドキドキだったんですけどねだんだん聞いてるうちに私自身も慣れてきたんだけどね、うん、だからもう最初はどうしようどうしようっていうことだけだったんだけどやっと形にしてくれて。 ねえー、こういうふうに先月ですね4月の26日に発売になったんですけども、はい、私のところにも手元にも来ましたので、えー、今日ね早速あの奥田民生さんの「イージュライター」をおかけしましたけどもなんとねスタッフのめぐ工さんの情報によりますとなんと今日奥田民生さん誕生日なんですって。いいやすごいねで朝の番組で 奥田民生さんのこの「イージューライダー本人が歌ってるやつだと思うんですけどか,けかかってたそうなんですねでそっからのバージョン違いのね平良勢が歌う「イージューライダーを今おかけしたんですけどもねいや今日お誕生日ということでね、えー、またなんか思い出になりそうだね私自身もね、うん、じゃあまた、ね、あのいろんな方が歌ってるのでその番組内でねいろいろかけていきたいなと思ってるんですけどもツイキャスの方も来てますね。 はい、えっ、ー、と「野の中の銀の蛍さんがはいさいこのぬぬちはぬ <laughs> 多すぎ」えーえー。こうさん みーさん、チュン、華やかち、きみそりということでね、はい、ありがとうございます。こローマ字は入ってるし、ひらがな多いから、何かなと思ったら、方言は混じってるし、みたいなね、ちょっとびっくりしましたけど、はい、よろしくお願いいたしますね。で、恋するかっちゃんさんからも来てます。メグちゃん、んなまうどん食べながら聞いてます。<laughs> <laughs> コンチーということで来てますけどもはいありがとうございます花丸うどんいいねで麺のこと言うのかなと思ったら私はだし汁が好きっていう話したらそこって言って笑われてましたけどもねはいじゃあまたまたね、えー、今回のこのアルバムね、えー「アイランドソウルズレゲエデイジヒッツヤサ」 からね、えー、またまたお届けしますけども、えー、続いての曲はですね「えー、奇跡キ」3曲目に入ってるんですけどもこれは歌ってるのはねよも持さくらさんっていう方なんですけどもすごい声がね独特でね私は聞いた瞬間すごくインパクトがあってねあこの子の声好きだなっていう感じだったんですけども是非聴いてほしいなと思いますそれではよも持さくらさんで「奇跡聞いてください。 はいえー、皆さんが知っている曲「奇跡」えー、よもちさくらさんの歌、お届けいたしましたはい。なんかね、ルドルフさんの情報によりますと、すごいね、早速調べてくれてる。<laughs> 検索したら、あのなんかマゾンにね、あに CD あったそうです、もちろんネットのたわれこもあったそうで、はい、ルドルフさん情報によりますと、売れているみたいですよ、残り。 少し見たいですよ皆さんということで来てますけど皆さんポチポチと押してください皆さん。<laughs> さあそれではもう一曲お届けしたいなと思っておりますじゃあ続いての曲はですねはいこの曲私も大好きな曲を歌わさせていただきました平井健さんの瞳を閉じて平良勢が歌っております。それではお聴きください。 はいでは皆さんにはね CD の中から何曲か3曲か、えー、聞いていただきましたけどもさあね、えー、後ほどねこの DJ ささ,さんの,この今回の CD の発売ライブ、えー えー、と今月ですね、21日ありますので、後でね、ちょっとまたライブ情報をお,お伝えしたいなと思っております。はいたくさんね、ルドルフさんあの、情報をいただきありがとうございます。ぜひね、皆さん、アマゾン、そしてたあのタワレコの、えー、ホームページかな、ネットショップかな、で販売してますので、ぜひそちらの方もチェックしてくださいね。そして、リスちゃんさんからメールが来てます。メグヨガ行け ヨガって, <laughs> っていうのはですね先ほど私たちがヨガの話をしてたらですね、えー、ツイキャスを聞いてた、あのー、リスさんがねあのヨガに行った方がいいよってことでちょっとメールが来てるんですけどもリスちゃんのやっているアシュタンガヨガが今一番体に無理なくいいと言われているからさってなんでアシュタンガヨガってなんだろうなとにかく 何もせんとカラオケばっかりやってては体にいいわけがないのだからリスちゃんのようにストイックにやるのは必要はないけど1ヶ月に2回程度は運動した方がいいと思いますよっていうスタッフのスタッフのメーグーさんにリスちゃんからのメールですね今は25歳だからと安心してると年齢まで公開してますけども <laughs> このままでは成人病だから、えー、更年期障害まで。えー くあ登あ坂,を坂を登るように落ちていきますよって、えー、転げ落ちるのは簡単だからよーっていジュいジ重でいジュだからよって <laughs> 気をつけてっていうことでヨガの写真までしっかり貼ってあのメールの方が来ておりますのでメグさんあのカラオケ行ってる場合じゃないよっていうことだ,しだそうです <laughs> はいじゃあね 続いてのコーナー行きたいなと思っております。<laughs> 小杖のお試しがっんのコさ、ナー。<laughs> でさ,今日さ、あのお試し合っんのドリンクも取りに行くの忘れたさ、今度コップも忘れたさ。<laughs> <laughs> <laughs> 今日はね なんかちょっと忘れ物が多いんだけどさ最近さちょっとテレビでも見たんだけどあのフレーバードリンクっていうのが流行ってるみたいでねで私は実はだいぶ昔にね桃の天然水が好きで飲んでたんだけどそれ以外はちょっと口にすることがなかなかなくって何かないかなって今日見てたらですねそういえばこの間テレビでフレーバードリンクのレモンティーっていうのがねあの サントリーの天然水から出たっていうのを聞いてたのでたまたまスーパーに行ったらそこがメインでちょっと置かれててあーじゃあ今日はですねあのレモンティーのねあのフレーバードリンクをちょっとお試ししたいのとそしてですねうちの息子とかがよく飲んでるこのヨーグリーナなんでこれに水に乳酸菌が入ってるわけって思う感じ。 んーって感じでいつもちょっとためらっててなかなか飲みきれないな口にし口に持っていくことができないなっていつも思っててなんでこんなに流行ってるのかが分からなくてさ私の中ではなので今日ちょっとねあのメグさんと私で飲んでみたいなと思うのでさっきさスタッフのさ名前が今は出てこなくなっちゃったあミクからの情報だとさ このヨーグリーナは冷やしして飲むと美味しいそうですだけどこれがぬるくなったり常温になるとっていう話をちょっと聞いたのでまずはしっかり冷えたヨーグリーナをね飲んでみたいなと思っておりますさあみんな飲んだことあるのかなああ野の中の銀の蛍さんがそのヨーグリーナ美味しいよってへえじゃあちょっと。 まずは香りから。んま香りはどんな？<laughs> なんかちょっと酸味の効いたって感じだよね。うん。じゃあちょっと味してみたいと思います。あポカリの匂いだね。そうそうさスポーツドリンクの匂いするね。ああそうだね。 スポーツドリンクに近いのかなうんそうだねああなるほどねもっとさヨーグルトの味を想像していたほんのりさヨーゴの味しない <laughs> ねヨーゴの乳酸菌の味するよねああこんなさっぱりしてるんだね ああ、それは飲みやすいね。うん、なんかスポーツした後とかには飲みたくなるね。スポーツしないといけない。ヨガの後に <laughs> ヨガの後に飲むのはいいね。<laughs> いいい <laughs> ああ、そうなんだ。もっとね。なんかね。見るからにさ。ヨーグリーナのこのパッケージさ、ヨーグルトがスプーンで作ってるのが。 乗ってるそうそう飲むヨーグルト的なちょっと濃厚な味を想像してしまってたんだよね私はねだけどこんなさっぱりだったらね、あのー、凍らせてもいいですよって書いてあるんですけどそれだったらねスポーツの後にもガンガンいけるのかなと思っててでじゃあ今度はねもう一つねあのレモンティーっていうのなんだけどこれもまた不思議だななんで 昨日あテレビでもやってたんだけどなんでね水なのにこのヨーグルトの味がしたり香りがしたりまたレモンティーもそうなんだけどなんで香りがしたりそういった味がするのっていう話をちょっとテレビでもやってたんだけどさはいじゃあ今度はねレモンティーをちょっと飲んでみたいと思いますま、はあレモンの香りがするねうん 甘い匂い匂するよねレモンティーの匂いする,いするえー、ああ野の中の銀の蛍さん用語は沖縄だけって聞いたけどそうだね用語は沖縄だけかもしんないねうん CM でね昔「用語」ーー「用語」だったかね「用語」とかって呼んでる CM があってうちの母ちゃん「用語」っていうわけさ、えー、<laughs> だからとっても覚えてるんだよね、えー <laughs> ああそっかえー、じゃあちょっと飲んでみたいと思いますレモンティー薄いなどんなレモンが強いよねあ甘さはだいぶ控えめかなうん うん、そうねレモンの風味が結構あって甘みはそんなにないんだけどやっぱさっぱりしてるねあの甘ったるくはないですねうんうん、なんかやっぱりあの何て言うのかな口に残る甘さはほとんどないのかなっていう感じですねさっぱり飲めるようなだからこれはねどうやって作ってるのかなっていうのをあのテレビでやってたけどあの このの紅茶の葉をです、ね、蒸してあの水の中で沸騰させるんじゃなくて蒸してこの蒸気がですね上がっていってこの容器の中に入るそうなんですね。でそれであのそこに香りが入ってるみたいなんだけどそうすると味がないじゃないですか味はなんかこういったあのなんか何かでつけてるって言ってましたね。うん なんか水蒸気みたいに蒸気を上げてその蒸気をこの容器の中に入るような形になってて、うんうん、それでそういった香りとかが出てくるそうですねいやー不思議だなテレビでやってたのはさコーヒーもあるって言ってたっけ外国では、うん、それはなぜ発明したかっていうとあのお茶とかコーヒーっていうのはあの葉にね色素が色がついたりするのが嫌でこの人は。 じゃあ透明のあのコーヒー味のドリンクができればいいんじゃないかっていうことでそれを作ったそうなんですけどもでもどうなんだろうな私はレモンティーはレモンティーで飲みたいし蜜は蜜で飲みたいしまあそういった飲み物もありなのかなっては思うんだけどね。あの ただの水飲むよりはちょっとした薄い甘さが欲しいとか香りが欲しいとかっていう人好みもいると思うんだけど、うん、まあ何て言うのかな本当に暑い日とかにはそういったのが、ね、あってもいいのかなと思うだからそれが透明である必要が何であるのかとかさ、ね、やっぱ物珍しさなのかなとかさいろんなこと思ったんだけどさ、うん、まあいろいろ皆さんね、えー 好き嫌いとかっていう好みがあると思うんですけどなんか今日合点ならずなのか何な,なのかって感じだね中途半端な感じだな味も中途半端だからかなリスってるな<ー> <laughs> 分かんない今日はちょっとなんか半々だな私はもしかすると体調不良でちょっとあんまり食べれないとかっていう時には こういった飲み物が欲しいいのかもししない体が欲しくなるのかなとかさ、うん、でもわざわざ私はちょっと買わないかもなでもうんどうなんだろうみんなはどうなのかな私は今,今日はちょっと合点ならずかなうんって感じですね残念ながらね申し訳ないけどねはいちょっと皆さんもいろんな味 他にももっといろいろあると思うんですけどねあのイロハスのなんだっけみかんだったりとかあといろんなの何があるのかなみかんしかごめんなさい私はちょっと見たことないぶどうだったかな、うんね、とかあったと思うんですけどもねいろいろあるんですけども皆さんは何が好きなのかなはいそしてね、えー、とルドルフさんから来てますなんとか味のお水は流行ってますねって。 そういろいろあるんだよねコンビニとか行ってもさもうなんていうかこれのまた炭酸が入ったものだったりそうそうそうだったりするからさいろいろあるんだよねだから何がいいのか悪いのかよくはわからないんだけどはいえっと国吉さんから来てますねまな,まなみさんかな はい、スポーツの時はヨーグリーナ私は好みではありませんって <laughs> 私のおすすめはって書いてありますけど続きはどこにあるかなあまだ書いてないですねはい何が好きなのかな今日は残念ながらねちょっとルドルフさん合点ならずでした申し訳ありません皆さんもいろいろ試してみてください さあではね先ほどちょっとねあのルドルフさんとも話してまし行列っていうのは小杉さんのフェイスブックでアップしてたやつですっていうことなので「<laughs> はいテキサスの沖縄のものだったんですよ」ってああそうそうそうあのー、私がね3年前かなアメリカに行った時にお世話になった皆さんがあのまたテキサスでねなんかそういった沖縄の日本の祭りを 祭りが毎年あってそこであのこの絵巻行列みたいなのをね沖縄のものをやりたいっていうことであの今回ですねいつもお世話になってます玉城流火曜の会宮里火曜子流部研究所の生徒の皆さん皆さん4名がですねテキサスの方に行きましてそこでねあのいろいろ皆さんの向こうにいる方の支度をね手伝ってでそれで絵巻行列をしたって っていうのをね私がちょっとシェアをしましてそれをちょっとアップしたんですけどもねまた海外でああいったのを見るのもすごく皆さん喜んでくれたみたいで、えー、このメンバーもね、えー、いつだったかな先週、帰ってきあ違う今週だね火曜日に帰ってきていろいろまだお話聞いてないんですけどもねとてもいい旅だったようですよはいではねちょっとここで宣伝をさせてください先ほどですねあの CD のお話もしましたけども 今回のこの CD 発売レコ発ライブなんですけどもアイランドソウルズレゲエイジヒッツヤサっていうねタイトルなんですけども、えー、今回の、ね、この CD 発売ライブがですね、えー、5月の21日日曜日に行われます、えー、これがですね、えー、とイオン那覇の方でのライブになるんですけどもなんとライブの時間がですねごめんなさいちょっと私 今違うものを見ていていあれちょっとなかなか情報が出てこないなと思ったらちょっと写真だけのやつを見てしまっていてで、えー、このライブがですね、えー、と21日、えー、行われますけどもあの島水木さんも今回参加してくれますで私とそしてもう一方がですねちょっとごめんなさい、えー、ともう一方がですね、えー ゆうな、ねえー、さんはですねこの私が今歌ってたあのアルバムではなくてもう1枚 DJ ササさんあの CD を出してるんですねそのアルバムの中で歌ってる方で,でこの3組そして 笹さん合わせて4名で、えー、行われますので、えー、詳しくはですね、えー、平小瀬のホームページもしくはフェイスブックでご案内いたしますのでぜひ見ていただけたらなと思います3時とね違うね13時と4時16時の、はい、ライブになっておりますのでぜひ皆さんもねお楽しみに那覇に遊びに来てくださいそしてもう一つご案内になりますけども もう1つは、ですね、えー、先週かな子どもたちが遊びに来てくれて5月5日、えー、野球の、ね、チームが来てくれましたけども少年大和多場小学校の、ね、チャリティー父の日公演ということで、えー、九州派遣、えー、資金造成が行われます。そこでですね私も実は多場小学校 学校の出身でありますので、えー、ぜひ協力させてくださいということでですねあの私も参加いたしますこのチャリティー公演ですね平子瀬そしてあいもこさんそして、えー、玉城ーかゆの会宮里かよこ流文研究所の皆さんそして梶わらびの皆さんそして地域一体型になってまして 地域の皆さんも出演していただきます、えー、フォークダンス桃の会の皆さんそしてうるま市赤の区青年会の皆さんタバカラオケサークルの皆さんそして司会は玉木雅也さんがね、えー、ご案内いたします。なのであのこちらはですね6月18日、えー、場所がですね総合結婚式場入山湾会場16時半。 開演が十七時となっております。入場券が千五百円となっております。はい、主催がですね。少年山と父母の会となっております。えー、お問い合わせがゼロ九八九八九の五七八八、ゼロ九八九八九の五七八八番となっております。担当山田まで、えー、ご連絡ください、えー。そしてですね。こちら、あの、チケットの方。 実は先週、ね、お話ありましたけどもあのチケットのプレゼントが皆さんにあります。えー、この日、えー、行けるよ、行きたいなと思っている方、えー、ぜひ、ね、ペアで2組にチケットのプレゼントがありますので、ぜひメールで、えー、チケット希望ということで、ねえー、書いて送ってほしいなと思っております。えー、抽選がです、ね、6月日日金曜日の放送内で、 えー、決めたいと思いますのでそれまでにね、えー、チャリティー父の日公演のね、えー、チケット応募っていうことでね送っていただければなと思っておりますはい是非ね、えー、1500円でねこのメンバーでっていうのはすごいなと思って安いなと思って私なので是非皆さんね楽しめるかと思いますので、えー、遊びに来てくださいそしてねあのー 当選しないかったなっていう方も中にいるかもしれないけどそこはねあのぜひチケットを買って <laughs> 会場に来ていただけたらなと思っております。はいぜひ皆さんね遊びに来てください。またね詳しくはですね平子勢のホームページ Facebook でいろいろと、えー、ご案内しておりますので、うん、ぜひそちらの方もねチェックしてください。まずはね 来週の21日のライブをね、えー、ぜひイオン那覇に遊びに来ていただけたらなと思っております。まあ、6月末はですね福岡の方にも行きますし、えー、7月は関東の方にも行きます、東京の方にも行きますし、うん、そして7月後半は新潟と盛岡、盛岡は8月ですすね行きます、えー、今年はですねちょっとなんか県外にいろいろ飛びそうなのであ そう7月はですね大阪京都まで行きます関東も行きますはいなのでいっぱいあちこち行きますのでね是非皆さんもね近くにお住まいの方がいらっしゃいましたら是非遊びに来てほしいなと思っておりますはい先ほどねちょっとねあのえっ、ー、とフレーバードリンクのお話をいろいろしてたんですけれどもそしたらねえー アナミさんがね、私が分かるいろはすの味梨みかんりんご桃とかかなりいっぱいあるんですねへえこんなにたくさんあるんだないろんな種類あるんだねそして「野の中の銀の蛍さんが自分のおすすめは何だってウィルキンソンのレモンフレーバー炭酸飲料へえほのかなレモンの風味と 強炭酸全く甘くないのでいいですってへえいろいろあるんだなーすごいねもう何がいいのかわからない私いつもねお茶派でさうん必ずもうコンビニ行ってもお茶をパッて取っちゃうなんかね甘いの飲んでまた何かが欲しくなるんだよねだそれを繰り返すのが嫌で結局はもういつもの定番のお茶を。 飲み干してしまうんですけどまあ今度お茶のお試しもあってもいいかもねいろんなお茶のね <laughs> はいいろいろねドリンクそして食べ物がねいろいろおやつだったり出てますけどもまあなんか選ぶに選べない時代になったなと思って多すぎてね、うん、皆さんもいろいろねぜひチェックして見てみてくださいね はい皆さん、えー、今日もねお付き合いの方大変ありがとうございましたまた来週、えー、5月の2あ19日金曜日またお届けいたしますのでねぜひまた皆さんメッセージなどもお送りください平子勢ラジオでさあゆいさもれこの番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りいたしましたそれではまた来週バイバーイ